田幸子さん、国際結婚し、オランダ在住です。ケンジ君は小学校5年生、ダルトン教育系学校、コロナの時期でロックダウンもあった。通知表を渡された時の様子を YouTube に残された。先生がケンジ君に成績を話している。全部で15分くらいの動画。動画を見た感想を言うと、時間をかけて丁寧に成績を伝えている。先生の言葉の中で自己評価の語がよく使われた。自己評価を確認することが成績表において一番大事なところだろう。ダルトン教育なのだろうが、境界線がよく使われた語だ。どこまでが OK かの境界線をよくわかっているという文句だ。続いて、算数、オランダ語、表現、音楽、運動など。ケンジ君に説明が終わると、父母はいますか？お父さんは、ケンジ君の99はちゃんとできるか聞いていた。繰り返すが、丁寧に評価を伝えている。秋田幸子さんの YouTube、おすすめです。YouTube の欄に URL を貼っておきます。